こんにちは。歴ショックです。今回は、梶原景時の変のきっかけにもなった結城朝光の生涯について紹介します。源頼朝のお気に入りの近習として活躍し、容姿端麗、口も立ち、武芸の腕もあるという非の打ち所がない人物として知られました。梶原景時の変後も幕府の中心人物として活躍し、朝光は御家人たちの争いに巻き込まれることなく、五代執権北条時頼の時代まで生き残ることになります。子孫の戦国大名として続き、関東地方の主となった鎌倉公方、後北条氏と渡り合い、戦国時代を生き抜きました。今回は、結城朝光の生涯、最終的には徳川家に乗っ取られることとなる子孫のその後について紹介します。頼朝の乳母として信頼を得る。源平合戦での朝光。結城朝光は、下野の国の有力豪族、小山政光と、源頼朝の乳母を務めていた寒川の尼の間に生まれました。朝光の兄、小山朝政は、小山氏を継いで、後に各地の守護を務めるほどの権勢を持つようになり、母の寒川の尼の弟には、13人の合議制の一人、八田智家がいるなど、幕府を支える北関東の有力者たちの家に生まれたことになります。朝光が頼朝のお気に入りとして活躍するきっかけになったのが、頼朝が打倒平家の兵を挙げた際に、母の寒川の尼が、当時まだ10代前半だった朝光を連れて、頼朝のもとへ参陣したことです。頼朝の挙兵時には、小山氏の棟梁、小山政光は、大番役として京都にいて不在にしていたにもかかわらず、寒川の尼は、朝光を連れて単身頼朝のもとへ飛び込み、朝光を召し抱えるよう懇願しました。頼朝もこれに喜び、自分が烏帽子親となって元服させ、自身の一文字を与えて、朝光と名乗らせ、近習として召し抱えました。年齢は離れていながらも、信頼する乳母の子として、頼朝も朝光を頼りにしており、若いながらも、頼朝の寝室を警護する近習として重用されます。この頃には、実家の小山氏が、頼朝の叔父で、頼朝と敵対していた志田義弘を打ち破る大功績を挙げた上に、朝光自身も器量が良く、頼朝の信頼は増すばかりで、その気に入りようから、頼朝の娯楽院説が出るほどでした。朝光は、16歳にして、源義経らの、木曽義仲討伐軍に参加し、宇治川の戦いで初陣を飾ると、その後の平家追討にも従軍し、壇の浦の戦いまで戦い抜きます。奥州合戦では、最大の激戦となった、厚かし山の戦いで、敵将の、金剛別当秀綱を討ち取る手柄を挙げ、後に結城氏が、奥州でも繁栄する基礎となる、福島県の白川の地を恩賞に与えられました。朝光は、軍事面だけでなく、政治面での活躍も見せており、義経に鎌倉入り禁止を伝える使者、東大寺落慶法要での、首都の乱闘の朝廷など、朝光の活躍は、吾妻鏡にも多数記載されています。こうして、頼朝のお気に入りとして活躍していた朝光でしたが、頼朝の死後、梶原景時に讒言され、命の危機にさらされてしまいます。朝光は、頼朝時代のことを懐かしみ、忠臣は憎うに仕えずというが、頼朝様が死んだ時に出家すべきだった。今の世は、何やら薄氷を踏むような思いがする、とつぶやき、これが頼家への批判とされ、訴えられました。北条時政の娘の、阿波の局から、このことを聞いた朝光は、断金の友と言われるほど、固い絆で結ばれた三浦義村に、これを相談し、義村は、和田義盛らと相談し、御家人66人による、景時の糾弾状を作成。これにより、景時は鎌倉を追い落とされ、後に、追討軍によって討ち取られています。この梶原景時の一件では、朝光自身は、恩賞に預かることはなかったものの、朝光の兄、小山朝政は、播磨の国を恩賞として与えられており、朝光ら、小山一族が、景時追放に大きな役割を果たしたことがわかります。こうして、頼朝の死後、没落の危機を乗り切った朝光は、これ以降も、幕府の重鎮として、活躍を続けていくことになります。梶原景時の変後の結城朝光。無二の友、三浦氏の滅亡に涙を流す。梶原景時の変の後、幕府内では、比企能員の変、
畠山重忠の乱、和田合戦など、御家人たちの争いが次々と起こりますが、知光の名がこれらの戦いに出てくることはありません。知光の所領が変わっていないことからも、知光は一貫して北条方についていたものの、御家人間の争いに主体的に関わることはなかったためと考えられます。知光は武士の鏡と称された畠山重忠を敬愛しており、その重忠が御家人間の争いに巻き込まれ討伐されてからは、表に出ることを嫌い、つつましく暮らすようになったといいます。ただし、知光が53歳の時に起きた承久の乱では、開元時の武田信光が率いる道三郎軍の将の一人として従軍し、幕府軍の勝利に貢献しています。この承久の乱では、知光よりもむしろこの結城知広の方が活躍しており、北条義時の次男、北条知時率いる北陸道軍の大将の一人として出陣した知広は、知時らと協力して越中の国で朝廷軍を破る大功を挙げ、幕府軍の勝利に大きく貢献しました。やがて、幕府を支えてきた北条義時や北条政子が亡くなり、北条泰時を中心とした北条執権政治が本格的に始まると、知光は上野の助を務めるなど、頼朝時代から活躍してきた数少ない古参の御家人の一人として、幕府内での地位も上がっていきます。そして、知光が67歳の頃、執権、連署を中心とした13人の合議制による幕府の意思決定機関である評定衆にも名を連ねます。評定衆では、知光の友、三浦義村が宿老として活躍しており、かつての友同士、幕府政治を進めていくことが期待されましたが、しがらみの多い幕府政治を嫌ったのか、知光はわずか1ヶ月で評定衆を辞任しています。以降は、知光の名は表に出ることはなくなり、知光は出家し、結城正明寺を建立、仏門の道に生きることとなります。知光は若い頃から仏門に深く帰依しており、浄土宗の開祖の法然、そしてその弟子で浄土真宗の開祖となった親鸞の教えを受けていたといいます。息子の知広に後を任せ、知光は第一線から退き、北条泰時が亡くなり、幕府は泰時の孫の五代執権北条時頼の時代になっても、知光は結城の地で静かに余生を送っていました。しかし、北条時頼が、かつての友、三浦義村の子の三浦泰村を滅ぼした法事合戦が起きると、知光は鎌倉に出向き、北条時頼に面会します。79歳になって、すでに第一線から退いていた知光には、三浦氏を救う力は残っておらず、知光が鎌倉に行った頃には、すでに三浦氏は滅亡していましたが、知光は、北条時頼に対し、自分がいれば、三浦泰村を、このようなことにはさせなかったものを、と涙ながらに訴え、時頼も涙したと言います。知光としても、無二の友の三浦義村の子が討伐されるのには心に来るものがあったと思われ、同時にしがらみを嫌って幕政から身を引いていた自分を責めていたのかもしれません。法事合戦から7年後、結城知光は87歳で大往生を遂げ、結城氏はその後、結城知広、そして知広の子の結城広綱が継ぎます。広綱の代には、弟の結城助弘に白河の地を分割し、白河結城氏が独立し、また結城知光が幕政に関わらなかったこともあり、結城氏は鎌倉時代を通じてその存在感を落としていきます。結城広綱の子の結城時弘、孫の結城貞弘が2代続けて若死にしたこともあり、鎌倉時代末期には分家の白河結城氏に圧倒されるまでに勢力を落としますが、室町時代以降、結城氏は、再び歴史の表舞台で活躍することとなります。幕府を相手に大奮闘。室町戦国時代の結城氏。鎌倉時代末期には結城貞弘の後をこの結城知介が継ぎ、後醍醐天皇の倒幕運動の鎮圧のために足利尊氏に従って笠置山の戦いなどに参陣しています。しかし世の流れが倒幕に変わると、知介も足利尊氏に従って鎌倉幕府から朝廷側に寝返り、その名脈を保ちました。やがて足利尊氏と後醍醐天皇が対立し、南北朝の戦いが始まると、分家の白河結城氏が南朝側で活躍していたこともあり、
足利尊氏との良しにもあったことから、友助は北朝側につき、足利尊氏が敗北し、一時九州に逃れた際にも付き従いますが、九州にて戦死してしまいます。友助の子の結城直人も、直光兄弟も、北朝側として戦い、直光の代には、長年にわたる功績から、阿波の国の守護の地位も与えられました。やがて、南北朝の争いが終わり、関東では、室町幕府の関東出先機関である、鎌倉公方の勢力が確立すると、結城氏は、鎌倉公方に忠実に従うようになり、関東地方を代表する武士団である、関東八館の一人に数えられるようになります。直光の子の、結城元光の代には、結城氏の本家にあたる小山氏の、小山義政が、鎌倉公方に反乱を起こし、結城氏は、この鎮圧で功績を挙げたため、小山氏が代々務めてきた下野の国の守護の地位を手に入れ、滅亡した小山氏に自身の子の小山康友を送り込むなど、小山氏を超える力を手に入れました。その後も鎌倉公方への反乱である上杉禅宗の乱の鎮圧に貢献するなど活躍を続けていましたが、元光の2代後の結城氏朝の代に、主君である鎌倉公方の足利持氏が京都の室町幕府に追討され自害に追い込まれる影響の乱が起きます。長年鎌倉公方一筋で来た結城氏にとって、関東が幕府の支配下になることは許せず、氏朝は足利持氏の意地を擁立して幕府に反旗を翻し、結城合戦が始まりますが、幕府の大軍には歯が立たず、結城氏朝、持朝親子は討ち死にし、結城氏は一旦は滅亡してしまいました。後に、足利重氏によって鎌倉公方が再興されると、長年公方側として尽くしてきた結城氏は、重氏によって再興され、結城氏朝の抜歯、結城重朝が家督を継承し、結城氏は復活を果たします。しかし、鎌倉公方の足利重氏が、またも、幕府や関東管領の上杉氏と対立し、鎌倉を追われ、小学坊となると、結城氏内部でも、重氏に従い続けるか見限るかで意見が割れ、当主の重朝が暗殺される事態にまでなってしまいます。重朝の2代後の結城正朝の代には、勢力を盛り返し、その子の結城正勝の代には、結城氏新法度を制定するなど、家中統制もうまくいき、宇都宮市や織田市など周辺勢力との戦いを優位に進めていました。小山氏に送り込んでいた一族から養子に来た結城春朝の代には、北条氏康と上杉謙信の勢力争いに巻き込まれ、佐竹氏などと協力し、北条氏の攻勢をなんとかしのぎ、豊臣秀吉の小田原征伐に参陣することで、その所領を守りきりました。春朝には子がなかったことから、宇都宮市から養子をもらっていたものの、秀吉との結びつきを深めるために、秀吉に養子縁組を申し出ており、徳川家康の次男で、秀吉の養子となっていた秀康が、結城氏を継ぎます。秀康は、関ヶ原の戦いの功績で、越前の国に加増違法となり、春朝は、結城氏代々の土地を手放すことになりながらも、これに従います。さらに、秀康が、徳川氏への復帰を図り、秀康が亡くなり、後を息子の忠直が継ぐと、忠直は松平を名乗り、結城氏の家名は捨てられてしまいます。春朝は、結城氏断絶の危機に慌て、家康に訴え、結城秀康の五男の松平直元に結城氏を継承させることを許されました。春朝は、歴代の結城氏の家系図や記録などをまとめ、結城氏ゆかりの神社に奉納するなど、結城氏の家名保存に尽力し、結城氏の未来を案じながら、1614年に80歳で亡くなりました。松平直元は、結局は結城の名字を名乗ることはなく、春朝の死によって名門結城氏は滅亡することとなります。それでも直元は結城氏の妻子は継承し、松平を名乗りながらも家紋は結城氏のものを使うなど、結城氏の名跡は一部残され、直元の子孫の前橋藩松平家に結城氏の痕跡は残ることとなりました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。いいなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでもたくさんの日本史情報を発信しています。
概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。